悪いな。今日は俺のドリフトの練習に付き合ってもらって。気にしないでくださいよ、池谷先輩。そうそう、外から見ないとわからないこともあるからな。あの車は、あいつだよ池谷。俺が妙気でやられたやつ。見覚えのある車だと思ったぜ。やあ、あんた久しぶりだな。俺はアキナスピードスターズの池谷だ。一応俺たちのチームがアキナでは最速ってことになってる。バトルの相手を探してるんなら相手になるぜ。はい、どうもネビルプです。よろしくお願いします。よし、行くぜ。やってやるぜ。スピードスターズの実力見せてやる。はい。いや、池谷さんも早いな。スタート早い。スタート見せたつもりはないよ。はい。コースに慣れてるの。俺に分があるのは当然だからな。ああ、でもやるぜ。地元ってのは絶対よそ者に負けちゃいけないんだ。ぶつけた。行くなよ。甘い。行くぜ。おいおい、いきなり行く気か。よし、余裕。さあ、行けたら先輩、どうやって行くんですか。おう、早い。もうここへ差し掛かってきて、こんな速さは未体験ゾーンだぜ。あんたも未体験ゾーンっていう言葉使うんだね。この速さすごい欠損だね。よし、俺だってそんな速くないけどな。さあ、どこまで話せるかな。どこまで話せるかが鍵だぜ。とてもついていけない。トレッドヘアピン、ここから決めるぜ。あ、ダメだわ。もうダメだわ。ダメだわ。先輩で何ポイント？ 5000 ポイント。いきなり先輩で5000ポイントって素晴らしいね。いいね。よし、でネックレス、あの紙か服をください。負けた。このトゲを地元の俺たち以上に速く走るなんてすげえよ。
根本的になんか違うって感じ。でもな、アキナの走り屋がこんなもんだって思ってもらっちゃ困るぜ。負け惜しみに聞こえるかもしれないがな、このアキナには俺なんかよりずっと速いやつがいる。あんたも聞いたことぐらいはあるだろう、無敵の86の噂を。匠の86こそ本当のアキナ最速なのさ。